始まるわよ、指揮官。ちゃんと戦闘準備はできた？はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、こちらのマズルレーン艦長シリーズ第2弾になるんですかね、アタゴをですね、日本の巡洋艦アタゴに乗せて、まあ、戦っていきたいと思います。まあ、非常にですね、なんかお姉さんチックなキャラクターということで、まあ、自分はね、もちろんこのキャラクター非常にいいなと思ったんですけど、まあ、加えてですね、その、まあ、戦力面でもですね、まあ、この迷彩もちゃっかり買っちゃいましたけど、まあ、せっかく動画化するならね、買っちゃおうかなと思って、はい、買いましたけど、戦力面でもですね、非常に、有用な艦長となっていて、まあ、今ですね、日本の巡洋艦をですね、まあ、多分各国と比較しても、まあ、最強レベルに押し上げているのが、このアタゴ艦長の、まあ、スキルの影響がでかいと思うんですよね。で、どういったスキルかというと、このレベル2のね、爆炎解放というスキルが非常に強力で、これによってですね、発火率が 25% にですね、跳ね上がる非常に強力なスキルなんですね。まあ、なので、まあ、各国ね、フランスとかですと、まあ、2位のフランスですと発火率 20% とかなので、まあ、いかに強力か、まあ、そしてですね、1つ目のスキルで主砲旋回速度も上げられる、もしくはね、射程が上げられるので、まあ、本当ですね、日本巡洋艦の弱点でもあるですね、短射程もしくは主砲旋回の遅さをですね、解消してくれるのがこのアタゴなんですね。で、まあ、早速ですね、もう 25% ですからね、巡洋艦ヨルコを燃やして、まあ、そしてさらにですね、この強みがやはり榴弾の火力がですね、めちゃくちゃ上がる上に、もう本当敵の巡洋艦をですね、AB 弾使わずに榴弾でね、ご利用していければ全然ですね、圧倒できるといった点ですね。まあ、結構日本の巡洋艦は装填時間が遅いので、こまめにね、変えるの難しいんですよね、 AP 弾と HE 弾で。まあ、でもこのアタゴのですね、この発火率およびこの AP 弾 HE 弾のね、火力なら、もう全部 HE 弾使っとけばですね、まあ、大体、はい、ダメージ稼げるということになるので、これがですね、めちゃくちゃ強いですね。あと戦艦のみならず巡洋艦にもですね、もう HE 弾でゴリ押ししていけるというですね、超絶火力化になってますね。で、ちょっと今ね、ここいう普段はね、いいポジションなんですけど、ちょっと正面にね、長戸が来てしまったので、ここは一旦砲撃をやめて反転しないとですね、さすがにサンドバッグにされてしまうので、ここは退避しましょう。火ダメージもですね、スキルの影響で上がってしまっているので、まあ、やられやすくはなっているので、なるべく撃たれないようにね、なんとか隠蔽に入れたので、まあ、ここで退避していきましょう。今はちょっと撃たずに島に入るタイミングで撃っていきましょう。いや、ほんとね、これが強い、まあ、艦長かなと思いますね。で、これで、はい、射程に入って、で、ここで隠れられると思うので撃ちましょう。しかし、あー、でも反対側から敵の巡洋艦も来てるんで隠れられませんけど、まあ、これだったら、うん、島に入れるので、まあ、大丈夫かなと思います。で、すぐ即消火しているので、また地弾をね、叩き込んでいけば、まあ、運良ければですね、燃えますね。現時点でもう火災5で、ダメージ3万3000、はい、で、長友燃えたので、まあ4万ぐらいまでね、あ、榴弾自体で、うん、6000くらいダメージ入りましたね。はい、なんかこのまあ、あ、そうだ、ボイス感のちょっと、はい、忘れてますけど、あんまりね、ラジオチャット連打するのも味方に悪いんで、まあ、必要なければ、まあ、特に使わないでおきますけど、まあ、ボイスはね、皆さん聞けると思うんで、まあ、いいと思いますけど、たまにね、ドッキリする感じのボイス来ますね、なんか。まあ、うまくね、なんか、いいボイス回収できたら、まあ、そちらは別途、動画にしとこうかと思いますけど。なかなかね、まあ、巡洋艦ですと連続攻撃とか行くときあるんですけど、戦艦とかだとね、なかなか連続攻撃が取れないので、難しいところですか。まあ、巡洋艦だったらね、頑張ればいけるかなと思います。それで、まあ、とりあえずね、まあ、戦闘に戻りますけど、はい、まあ、ジャンバールが結構攻めてきているので、まあ、砲撃しつつ、引き打ちしていきましょう。まあ、なるべくね、近づかないようにしないと、ダメージ食らってしまいますからね。
で、はい、ジャンバルも燃えましたね。で、4000ダメージ。もう本当ですね、この H スパムが本当に半端じゃないので、これ、もうかなりね、PC 版を見ても多分類を、ね、見ないレベルの超絶火力だと思うんで、これひょっとしたらね、本当修正されるレベルなんじゃないかなと思いますけども、一応ね、この艦長、まあ、課金艦長なんで、それがね、修正されるかは、わかりませんけど、まあ、スキルだけがね、ナーフされるって可能性は、ありますけどね。で、はい、案の定ね、まあ、すぐ消したジャンバールをまた再着火しましたね。はい、そしてさらに、まあ、着火ですね。まあ、これによってですね、自分ちょっと新たな方針としては、戦艦にですね、もう消防士がですね、もう手放せない。ちょランク戦もやってたんですけど、本当ですね、あの青葉ですね、多分アタゴを乗せたとおぼしき青葉に本当左馬にされてやられてしまったので、泣く泣くですね戦艦降りて、あの、まあ、巡洋艦でランク1取ったんですけど、本当ですね、この日本巡洋艦の今火力はえげつないですね。消防士持ってないともう本当に簡単に2箇所着火されて、また消したらすぐ複数箇所、まあ消防士持っててもですね、めちゃくちゃ燃えるんですけど、まあ、せめてもですね、それぐらいはつけとかないと。で、長門はかなり、引いていったので、もうここはジャンバール早めに処理しておきましょう。で、また消しましたね。まあ、割とですね、ティア7戦艦を火災だけで削り切るのは、まあ、それでも時間がかかるんですが、まあ、でもですね、この HE の火力でご利用していけますね。魚雷は当たらなさそうかな。さすがにね、まあ、ただこのアタゴのスキルで魚雷の発見距離もですね 100m 以上短くなっているので、まあ、効果のほどはどれぐらいかちょっと分かりませんが、あーでもこれは魚雷がギリギリ、あーでもかわされるか、あーでも当たりましたね。でこれでミリになったので、はい、 H で撃沈ですね。敵戦艦を撃沈したわよ、やるじゃない。はい、ありがとうございます。で、まあ、あと敵は、まあ、5隻なので、まあ、正面のエディンバラとかを、まあ、撃っていく必要がありますね。はい、でエディンバラ射程に入りましたけど、あーでも先に、戦艦から仕留めていきましょうか。格下戦艦はですね、まあ、本当に HE の攻撃でですね、本当破滅的なダメージをね、被ってしまいますね。これで、まあ、すでに火災がまた発生したので、で、即消火がですね、まあ、本当にせめて2段目が着弾するタイミングで消さないと、いやー、燃えてしまう、あー、で、ミリだったけど、本当に燃えてしまいますね。かなりね、火災に対する、本当、注意を払わないと、かなり危ないですね。さあ、そしてエディンバラ、まあ、ティア7のですね、ライバル的な、まあ、巡洋艦ですね。非常に AP の火力と貫通力高いので、なるべくですね、接近戦に持ち込まないように遠距離からですね、あの寄せ付けないこの HE の火力でね、押していけばいいかなと思います。はい、燃えましたね。まあ、ただ相手はね、かなりいい手裏剣持ってるので、まあ、火災だけではね、厳しいですが、まあ、榴弾がですね、どこでも大体貫通してくれるので、まあ、こちらのバイタルさえ抜かれなければ、ダメージレースはね、勝ってきますね。さあ、見えなくなったので艦載機を上げて、はい、あ、でも見えましたね。戦闘機を発艦させたわ。まあ、アタゴ自体はですね、ちょっと弾道が、まあ、優秀ではありますけど、まあ、遠距離ね、割と大きめの偏差が必要なので、しっかりね、偏差取っていきましょう。これで、まあ、相手の巡洋艦、ほんと火災でもう何もできないんじゃないか、もうこれは。はい、で再び2箇所着火ですね。もうこれで16火災ですか。いや、ほんと燃えすぎですね。さあ、で B に逃げ込んだので、まあ、B にね、追いかけに行きましょう。はい、で煙幕の中にエディンバラがまあいるので、まあ、魚雷を撃って、まあ、ただもうかなり体力少ないと思うので、ほんと魚雷撃ってたか。さあ、出てくるかな。はい、来ましたね。
うん、OK ですね。いやー、しかも燃えた。はい、というわけでね、まあ、今回アタゴでしたけれども、今回はですね、今までずっと射程強化してたんですけど、今回レベル1のスキルに、1つ目のスキルに手法旋回を強化するスキルのしてみたんですけど、これ結構使えますね。今までアタゴの手法旋回遅いなと思ってたんですけど、まあ、かなり速くなったので、うん、これかなり使いやすいなと思ったんで、これからもね、これでいこうかなと思います。はい、それではね、今回はアズールレーンアタゴ使ってみました。ご視聴ありがとうございました。始まるわ、ヨシキ君。悪い子を懲らしめに行きましょう。指定座標に進路を変更よ。ダメ、いけない子にはお仕置きするわよ。ダメよ。2隻同時に撃沈したわ。お姉さんびっくりよ。悪いけど、演目を少し展開してもらえないかしら。演目を展開よ。煙幕の展開が完了したわよ。エンジンブースト始動よ。張り切っていくわね。戦闘機を発艦させたわ。あの子に援護射撃をお願いよ。装甲を貫通よ。すごいじゃない。敵巡洋艦を撃沈したわよ。やるじゃない。ありがとう、お姉さん助かっちゃった。あらら、